おはようございます。今日は万議場カントリークラブに来ております。で、今日は僕チームとアユチームに分かれて、もう操縦士とプレイヤーとしてやっていこうと思っておりますが、今日のゲストは2人来ております。スーパージュニア天才中学生こと清水蔵之介くんです。それともう1人、清本みなみさんです。今日は蔵之介とアユチーム、僕とみなみちゃんチームに分かれて競技を行っていきたいと思います。じゃあ意気込みをお願いします。スミ君の言うことをしっかり聞きますお前そういうこと言うからちょっとこれ問題だぞ、このコメント欄は僕も同じように言われた通りやります。よし、お前はそれでいい、まあ、こんな感じで楽しくやっていくんで、ぜひ楽しんでみてください。お願いします。はい、パチ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 。元気ないね、大丈夫、眠いです。楽しいねもうなんだかんだ知り合って2年ぐらいになるんですけど、マジでうまいっす。スミ君に良かったな。勘弁してくださいよ。もうすごいの、あそこ打てよっつったら、ポーンってそこに打つの。お前そこパターでそこ打ってみーっつったら全部入っちゃう。ね。違う違う。すごいよね。あとお前大きい大会もいっぱい優勝してるしね。プロの試合も出てるし、すごいね。俺ダメだからプロの試合出て。スーパー強いから。余裕っしょあっち。ね。でクラとアイでしょ。余裕やん。ハンデアユアユハンデいる今日。勝ってすぐ勝っちゃうよ。ハンデ3つ欲しいの欲しいの3つ4つあれなんか相手なんかすげえ弱気じゃない？もらえるならね、はい、もらえるもんもらっといた。それでだって負けたら。いやいや。わもう。オフェンに行こうぜ。じゃあハンデはなしで。ハンデなしで行こうぜ。そこお前らもうこう来ると思ったよ。俺こう来ると思ったらもう飲み込むな。やめとけ、こっちのテンションがお前難しいわ。最初蔵之介君からで、蔵之介君が打つ、はい、はい、そう狙ってもらって行きます。はい、そのホールの時決めればいいよね。はい、そこ行ってから考えましょう。はい、くらくんは何歳からゴルフやってるんですか？3歳からです。3歳。3歳、皆さんこの顔覚えておいてください。加藤家は？はい、打ちましょう。あとボロボロにしよう。あんな打ちたかってる。今日マジで頑張る。はい、頑張りましょう。はい、回るホール回るしとくわ。パーファイブは俺行くから、ここだけお前行って。で、南に投げない意外と162。いやで一回一番短いよお前パスで。あと一個519かな。あそこ大丈夫。うん、6個、はい、後半3個、はい、オール3個後半6個で作戦的には短いホールが南ちゃん、まあ、長いところはおじさんが頑張ろうかなみたいな。はでも上ぐらいでいいのかな。ちょっとね、どうですかね。多分そうだと思うね。はい、こっちもこっちいいチームだから上行こう、ね、はい、賢いチームだ。チーム賢い、頭で頑張る。そう、チームおばかしい。チーム小学生対チーム高校生ぐらいです。クラちゃん右帯だよ。んクラちゃん右帯行かないで、もう行かないで。いやもうね、こっちで通さないとこっちじゃ勝てないから。お願いします。お願いします。ナイスショー。前からだったらもう余裕だな。どうでした、クラ君の一発目。いや、やっぱさすがですね。私初めてもらって、今日初めてお会いするんですけど、なんかすごい、もうすっごいうまいって聞いてるんで楽しみです。楽しみですね。はい、旗の方向に取り付ければいい。右曲がっても左曲がっても前の距離だったらセーフだから、とりあえずあの旗の方向にしっかり打つ。でもちゃんと振り切れ、はい、合わせていったらすぐ曲がるから。お願いします。お願いします。
オッケーでしょう。引っ掛けた。出てきたっぽい。ああ、だから楽だわ、相手が相手だから。何だろう。何？何も聞こえないの？それもそれじゃない？大丈夫？あるやん。エサの音。それじゃない？あで黒田はもっと前行ってるでしょ。なんでさ、バンカーあるじゃん。はい。ね、そのバンカーそれがサブグリーンなんだ、うん、でもあの辺に行けばいいと思って適当にポンって行っていいか。ナイスショ完璧。耐えた。耐えてねえよ。大したとか言うな。いいよ。220ぐらいですか僕のあのボール。ちょっとあれが200の看板なんですよ。はい。ですか。そうですね。230ぐらいは最低限見ないと。あ、はい。さすがだったら、両方3ですね。3ユーか3番ユーか。うん。3番、ごめんなさい。それでもいいですか。うん。相当左なんでね。ドローかけないと無理ですよね。うん。クロちゃん、クロできんの？うん。クロちゃん。うん。煽られております。悪い大人に煽られております。ドロー系で？はい。いいところ行った気がするけどちょっと曲がりすぎる。いやでも意外と左じゃない。グリーン結構左ですね。めっちゃ左だ。何番ですか。3番ユーキー。右の見えない。俺はもう無理。あ、本当だ、ね、あるよね。エッジにある。なんで見えんのそれ。どこ。待って、ナイスめっちゃ、エッジあるじゃん。そこにちょっとしたの見えないですか。見えない。あいつうまいね。困っちゃうな。そんなうまいのか。すごいな。俺なんかより全然うまいもんな。俺あそこからここ刻んじゃうもん絶対。力あんな。めっちゃナイス。すごいな。なんか調子いいっすね。結構でもいい感じだったもんね。はい、狙い通りに綺麗にどうだった。クラク2年ぐらい前に。一回ね、はい、あの吉岡先生のもっとね細くてちっちゃかった。そうあれは一緒に行ったの。84ちょうどいいじゃん。84ヤード何番。52です。52うまい。完璧でしょ、これ。ウェイ、ナイス。入ったんじゃないの。完璧。完璧。いいね、いいね。すごい。あー、キョロちゃんプレッシャーになったよ、ちょっと。寝てるのに、これで転がすの。転がすの得意。あ、そう。そう。もう、表ですね。はい。伸ばしてく。一番大丈夫。伸ばしてく。はい。はい。すいません。本当にすいません。全然。うまいね、やっぱりクラちゃん。うまいっすよね、得意なラインなんで。強めですか。うん。怖っ。よし。おー、ナイスー。ナイスバーディー。イエーイ。アピは。
チョイスラだけど、うん、まあカップ1個外さないぐらいじゃない。あっちからそんな切れてない。そんな切れてない。だけどこっちの面の方が傾斜するんで、こっち側の面で、そのライン通りでいいと思う。うん、そのライン通りでいい。あ、惜しい。オッケーオッケー。いいよいいよいいよ。まあ一番だからさ。はい、ナイス。よくボギーじゃない。パーズすんな。まだ本気じゃないから。そう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 。いや、向こうはね、向こうね、爆弾いるから。向こうにはね、大爆弾いるから大丈夫。本当にやめてください。あの大爆弾、半端じゃないですからね。え、本当、私もう、スリートリーノーボギーみたいな。ナインオーバーみたいな。いや、今日は本当に。え、待って、本当、私回ります？回ります。本当に。待って、本当にやばい。次やりますか。おじいちゃんドライバーにしました、僕オノフで赤ヘッド。ドライバーが調子悪すぎて簡単なドライバーにしようと思って行き着いた場所迷宮入り頑張ろう。よし、このホールから頑張るよ。まっすぐ飛んで、めっちゃ飛んで、まっすぐ飛んでったけど、見て見て T、ここね、ここ当たったからもう、ダメですねすいません、もう本当に、うん、ちょうど手前くらいだと思う。じゃあ、もう強く吸っちゃってください、はい。久しぶりにこんな緊張した。いや、なんなら試合より緊張してる。やばい、本当に。ちょっと本当に迷惑かけないです。今さ、うちダフったじゃん。はい、お前がもうミンゴルだと、もうあのドクロマーク出しちゃったから。そう、ガーンってやつ。だからもうバーンって。ダメだよね、ちょっとこいつ悪いんだよ、今だ。俺じゃないんだよ、プレイヤーが悪い。俺が悪いんだよ、だってあれミンゴルで操縦したらあれガーンってなってるから、ナイスショットってやつ出したつもりだけど、なんか勝手にあの、待ってて、こっちの能力が低すぎるんだらしいそういうこと俺の能力がもう底辺に近いから、いくらあれがナイスショットってこと、まっすぐ行ったから勘弁してくれよ、もう狙えるんじゃない。日本からね、ほぐし上手ってあるじゃん、右ぐらいで。あ、1個あった、うん、149です。150で5番なのね、手前から。いや、距離通り行くと、距離通り行っちゃいましょう。もう行きますよ。見ての通り、彼女バンカー苦手でございます。今まで散々やってますよね、バンカー苦手でございます。ありがとうございますちょっとこれ結構傾斜してるよね、だからレッドでいける。オッケー、あ、下に ちょっと抜けちゃったよ。あいちゃん、バンカー頑張れよ。いや、もう師匠にバンク教えてもらったから。使うリンゴルフのネタ難しくてできないです。あれ、はい、誰からバンカー練習した？してないじゃんそれずるくないすっごい聞かれる、あの
やり方を。やり方？うん。けど。教えてほしいって。けど、わかんないですんでしょ。ナイスアウト。ナイスアウト。やばい。すいません。見れば同じなんでね。どういうこと？俺が外してたけど大丈夫？大丈夫？ちょっと煽ってんの？煽ってない。煽ってないね。そんな切れないです。1.5 とか。1.5。1.5 ぐらい。この辺狙えばいいかな。どこですか？あれだよ。強めに。あ、もう慌てて。何読みますか。どの辺でばいいですか。慣れないです。カップ三つぐらい。三つぐらい右に打って、あもう合わせて。打ったらこっちに来ることはないと思う。本当？こんぐらいでいいですか。はい。強いよね。すごい俺弱く打ってるつもりなのこれでも。これは大丈夫です。ごめんなさい南さん。すいません。全然まだ大丈夫。やっちまったぜおい。スリーパットだよこれでも。ダフって右ペラってスリーパット最悪だなこの。まさかすぎるよ。何あのファーストポットの鬼パンチ。バーディーとか来たの。No。あいうねえねえ帰る帰ろうかほらちげえよ今日じゃあまたね気をつけてお疲れ頑張ってバカ野郎そんなこと言ってる場合かお前頑張るよね頑張るぞ俺らも頑張ろう